こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ボイルレタスと豚バラの和風パスタを作りました。全部パスタと一緒に茹でられるのでとっても簡単です。じゃあ作り方いきたいと思います。作り方です。お湯をたっぷり沸かしたお鍋にお塩を入れてパスタを入れます。今日は 800g 使います。豚バラ肉も一緒に入れて茹でます。茹で上がる1分前にレタスを入れます。1玉分入れます。でボウルに入れて生姜、和風だしの素、オリーブオイル、鰹節、そして混ぜます。で器に盛ってもみのりをかけたら、じゃん、完成です。のりがね、たっぷり残って美味しそうですね。豚バラもたっぷり入ってます。いただきます。なんかパスタ意外と久しぶりな気がします。しかもクリームじゃないパスタって珍しいです。美味しそうです。うん、生姜がよく効いててめっちゃ美味しいです。豚バラ肉も一緒に食べます。うん、オリーブオイルもいい感じですね。和風だしとかカツオとの相性が結構いいです。で今日もスープ1キロです。ミルクスープ美味しいです。生姜とね、豚バラの相性っていいですよね。豚の脂をね、生姜がさっぱりとしてくれます。私豚バラが大好きですね。美味しい。レタスが茹でられて甘みが出とってめっちゃ美味しいです。歯ごたえもちゃんと残ってます。いただきます。うん、ごちそうさまでした。豚バラとボイルレタスの和風パスタめっちゃ美味しかったです。豚バラはね、いいですね。最初塩がたっぷり入ったお湯で茹でられておったけ、豚バラ自体にもともと味がついとって美味しかったです。で生姜がね、ピッと効いてね、いいですね。私はね、大体クリームパスタが好きやけ、クリームパスタが美味しいんですけど、和風パスタもたまにはいいなって思いました。とっても簡単で美味しいので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日のご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバイ。